厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。この動画は2019年11月以降、当チャンネルのメンバー限定で公開した動画の中からごく一部ではございますが、メンバー以外の皆様に改めて全編を公開するものです。すでに皆様ご存知の通り、 YouTube で動画を公開するには厳しいチェックがございます。なので、こうやってご視聴いただく皆様すべてに安心して公開できるかどうか、私に確証はありません。ここは手探りで参りますが、よろしくご了解ください。動画の内容につきましては、日時を置きましたが、今ご覧いただきましても、なるほどと思っていただけるのではないかと存じます。どうぞ最後までよろしくご覧ください。欧州歓迎、米大統領選バイデン勝利に。欧州は歓迎しているが、バイデンの勝利は日本にとっていいことなのだろうか。欧州はイラン核合意や地球温暖化対策の国際枠組み、パリ協定など国際合意を次々と反故にするトランプ政権への対応に苦慮してきた。バイデンはこれら合意への復帰を唱えており、欧州は関係改善への期待で歓迎一色だ。世界保健機関 WHO の5月の年次総会でも、新型コロナウイルスをめぐる米国の中国批判を受け、欧州連合 EU は米中双方に配慮した声明案作りに奔走。しかし、トランプ氏は意に介さず WHO 脱退を決めた。メルケル独首相は9日、バイデン当確を受けて声明を発表。31年前の同じ日に起きたベルリンの壁崩壊は、米国なしには実現しなかったとした上で、我々は基本的な価値を共有していると、米欧協調への意欲を示した。トランプ氏とは、犬猿の仲とされたメルケル氏は、副大統領時代のバイデンとの対話や出会いは、良い思い出だと振り返った。共に2017年に就任したトランプ氏とマクロン副大統領は、当初良好な関係にあったが、その後溝が深まった。バイデンとはトランプ流の突発的 SNS 利用ではなく、伝統的な外交手段での対話が可能と受け止められている。現時点ではまだバイデンの勝利が確定したわけではないが、このまま順当にバイデンが米国の次期大統領に就任したとき、日本にとっていい結果をもたらすのか、すっきりとは見通せない。以上、ネットの情報。以下、海外ネットの声。実際のところ、日本にとっては良くないよ。中国はバイデンのことを操り人形だと思ってるからね。実際に中国が日本に対して何かやらかしても、バイデンは何もしないだろう。バイデンの勝利は世界にとっていいことでしょう。トランプは同盟国に対して冷淡だった。トランプ陣営は敵にパスを与えて満足してるんだ。それは反逆罪と言ってもいい。バイデンの勝利は全ての国にとって悪いニュースさ。とりわけアメリカにとっては最悪だ。まあ今の独裁者より悪くなることはないと思う。トランプが独裁だってちゃんとした事象買った方がいいぞ。本当の独裁者は国民から武器を取り上げるよ。そうすれば国民は立ち上がることができないから。独裁がどうやって機能するのか、あなたは全く分かってないね。バイデンが大統領選に勝利、どこの国にとっても良くないから、あなた以外の人間にとっては吉報だよ。とにかく一つ確実なことがある。それは
日本が北朝鮮や中国と深刻なトラブルを抱えた時、バイデン政権下のアメリカが動くことはないということだ。日本は今のうちに憲法を改正した方がいいぞ。とりあえず全てのアメリカ人にとっては良いニュース、つまり世界にとっても良いニュースってことさ。米国は長い間社会主義に対抗する唯一の存在だった。多くの人たちがアメリカの市民権を獲得するために社会主義国から逃げてきたという事実がある。それなのにバイデンやハリスたちはアメリカを社会主義国にしようとしている。左派は一体いつになったら歴史に学ぶんだ。私はバイデンに賛同できない。社会主義グローバリズムはアメリカにとって、そしてどの国にとってもいいことではない。バイデンはパリ協定に戻ろうとしてる。それは世界にとってプラスになるはず。そして少なくとも僕が最後に確認した時点では日本は世界の側にいたよ。バイデンが本当にパリ協定に復帰するかは疑わしい。そもそもパリ協定自体がバッドだし、バイデンはイスラム圏からの入国禁止令も解こうとしてる。過激派の人たちがご近所さんになるなんてアメリカ人にとって素晴らしいことよね。日本にとっては悪いニュースだろうね。日本の左派ですらトランプに勝ってほしかったんだよ。なぜならバイデンは親中派だから。バイデンの勝利に喜んでるのは中国と、中国に隷属してるパキスタンだけだ。バイデンの大統領就任はアメリカ経済にとって災難だし、その影響は日本にも及ぶと私は思ってる。バイデンは中国の友人だ。日本にとって良いニュースとはなり得ないさ。バイデンは中国の友人ではない。共和党がビジネス志向であるのに対して民主党は労働者を代表する傾向があるから、常に民主党の方が中国に対して熱心ではなかった。今のアメリカの世論は反中に傾いてるから、どちらの政党も、そして主流派の政治家たちも親中になることはないよ。アメリカ人のことを思うと悲しくなる。だってバイデンになったら税金が上がるもん。トランプよりひどいってことはありえないから。どうしてバイデンが大統領になったらアメリカは日本をサポートしなくなるって思う人がいるの？オバマ政権の時アメリカは日本を見捨てた？そんなことはなかったでしょう。アメリカの大統領がトランプじゃなくなるのは日本のみならず世界にとっての吉報ですよ。トランプの政策よりはマシだって。あ、トランプに政策なんてなかったか。中国は祝福してるだろうな。バイデンがオバマ政権下で8年間副大統領を務めていた時、彼は中国に対して何もしなかったし、中華人民共和国、バイデン大統領の誕生である世界の人たちはこのニュースを喜んでます。はっきり言って日本にとっては最悪だよ。中国は喜んでるだろうね。あとロシアも。誰がバイデンを後ろで操ってるのかまだわからない。正当ではない方法によって選挙に勝ったことを考えると、いかに世界に悪影響なのかがわかる。おやおや、Qアノン、保守派陰謀論者がこんなところにまでいるとは。いいか悪いかなんて一年は見なきゃわからないさ。トランプの中国に対する強硬姿勢は日本にとって良い方向に働いていた。バイデンが大統領に就任したら日本は
気をつけた方がいいだろう。拡張主義を取る中国は、尖閣諸島を皮切りに各地に挨拶しに行くことになるはず。そうなった時にバイデンは日本をサポートすることはないだろう。以上、海外ネットの声。以下、日本国内ネットの声。バイデン最悪。喜んでいるのは、日本の国力をそぎ落としたい左寄りの人間とマスコミ。口は悪いけど情がありそうなトランプに比べて、オバマは日本に何にもしてくれなかったよね。トランプは拉致問題にも言及してくれ、キム・ジョンウンに交渉までしてくれた。それだけでも感謝してます。オバマ政権を知っている日本人なら、当時副大統領だったバイデンが大統領になって喜ぶはずがないだろう。トランプ大統領は東アジア情勢に踏み込んでくれていたし、横田茂さんが亡くなった時もご遺族にお悔やみの書簡を送ったりと、拉致問題の解決にも積極的だった。バイデンが大統領になって、人権問題は表面上だけ中国を糾弾するかもしれないけど、南シナ海や尖閣の防衛まで突っ込んだことをやるとは思えない。そういう点では台湾は日本以上に悲鳴を上げてるだろう。中国ロシアが安心して軍拡をするのは確実。バイデン派のアメリカは日本と台湾を見捨てて中国に加担するだろう。もともとアメリカ民主党は日本嫌い多いしね。ルーズベルトやトルーマンが出た正当なだけはあるよ。バイデン自身はわからないが、息子のハンターは間違いなく中国に弱み握られてるでしょう。なら親父も中国の言うこと聞かざるを得ない。あと日本の親中マスゴミがバイデン推しなんだから、間違いなく中国にとってはバイデンの方が都合が良い人物ということ。つまり日本にとってバイデンは不都合な人物だよ。誰かがツイッターで書いてたが、わかりやすく言うと、二階幹事長が大統領で福島みずほが副大統領になったようなもんだって。的確すぎて笑った。アメリカも議会が対中強硬派で、国民感情も同様だから、心配するほどではないとも思ってる。世界にとってというよりも、人類にとって、最低最悪な事態になる。中国が覇権を取ろうが、米国のリベラル左翼が覇権を取ろうが、世界の各国国民はこのまま、ポリコレという名の、偽装マルクス主義、リベラリズムによって弾圧される。本質は、グローバリズムという名の帝国主義に屈服させられる。冬の時代が来る。コロナを収束できずに、経済失墜で、トランプは失敗したが、ではバイデンが回復させられるかというと疑問。国民の民度から言って、マスクを強要したら、暴動、内戦かもな。下手すりゃ日本と同じで、地獄の民主党政権になるわ。コロナは、トランプじゃなくても、どうにもできんよ。トランプのコロナ軽視の言動は、どうかと思うけどさ。欧州見てみなよ。全く対応できてないじゃん。利己的な上不衛生だから。誰がトップでもコロナ対応は、厳しい。口だけトランプよりは、マシだろ。対中に関しても、オバマ後期の政策を見ていたら、そんなに中国有利な政権とは、思えないしな。ただ、ライス、こいつはダメだ。日本にとって最悪なのに、日本のマスコミは大喜びで、報道してるよな。やっぱりマスコミは、日本の敵なのかな？前回トランプが勝利した時、こんなのが大統領になったら日本はどうなるんだろうとビビったもんだが、
結構いいやつやってん。今回このじいさんが大統領になって大丈夫なんじゃろかと心配なんだが、さてトランプは多少横紙破りだが公約を全部実行しようと努力するあたり、結構真面目な人だなっていう印象。バイデンはどうなんだろうね。特に高給取りから高税率で所得税徴収するって公約がどうなるのかすごい楽しみだ。中国がホッとしてるのは事実じゃないかな。まあ誰が大統領になっても日本はうまく付き合っていくしかない。このまま中国の好きなようにさせていると日本だけではなく地球が終わる。対中国の戦略はアメリカ議会が強硬派だからバイデンでも強硬策だろう。というかウイグル人権問題でバイデンの方が強硬策に出て戦争になるかもな。トランプは経営者だから関税戦争でリアルな戦争は避けてたからね。民主党が政権を握れば連中はまた一儲けするため中国に戦争を起こさせる可能性が高いから、中国と国境を接する国々はロシアを含め真っ青だよ。プーチンは沈黙してるし、台湾は悲鳴を上げてる。菅総理だってオバマにひどい目に遭わされてるし、内心にがむし噛みつぶしてるだろう。コロナ対策は台湾以外どこもよくやってるなんて言えないだろ。結果往来な国があるだけで、たとえトランプじゃなくてヒラリーが大統領だったとしても結果は変わらなかったと思うね。中国はバイデンが当選した瞬間に EEZ 内で外国船舶に対して自由に攻撃できる法律草案を発表したよね。ピタゴラスイッチ並みに連動しててゾッとした。マスコミと在日がバイデン推しなの見て暗黒時代の始まりなの分かっちゃってつらい。以上、日本国内ネットの声。皆様へのお願い、最後までご覧いただきありがとうございます。一つお願いがございますので、もう少しご覧ください。皆様お気づきの通り、この動画には広告が表示されます。広告は邪魔だと大思いの方もいらっしゃると存じますが、 YouTube における広告は重大な意味を持っています。 YouTube の最終ペナルティはチャンネルの削除です。それまでにはいくつかのプロセスがあり、警告があります。そして最初のシグナルが広告の不掲載です。もちろん何の予兆もなく一発削除もあり、私も経験していますが、そこは予防することができません。つまり私がこのチャンネルを守るためには広告のつく動画をご提供しなくてはならないということです。動画を公開する前に私がそれをチェックする方法はありません。なのですでにメンバーさんに公開した動画から広告のついたものだけを皆さんにこうして公開しています。このレベルのものをもっとタイムリーに見たい、知りたいと大思いの方はぜひメンバーシップ登録をお願いします。月額90円ですからご負担というよりチャンネルへの評価と思います。当チャンネルをご期待いただき応援していただける方はぜひメンバーシップ登録をお願いします。厚かましいお願いだとは存じますが、何卒よろしくご了解ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。